ですし。何それ、私そこまで子供じゃないよ。やっほー、遊びに来たわよ。あれ、おばちゃんたちもう来てたの。お姉さんね。まあアリッサはともかく、ビオラは恋人なんてすぐにできそうよね。覚悟しておいた方がいいわよ。でも今回はいい雰囲気だったのでは。可愛い彼女が欲しい。ママに近づくなら容赦しないよ。何してるの。おかんね。おかんだわ。ラブザラブ、君に募る気持ち。アリッサさん、あなたのフェンネルです。あ、それは本当に大丈夫なのか。年頃の女の子って難しいわ。まだまだ青い。これからもビオラをよろしくね。優しい。好き。デコボコ魔女の親子事情、2023年10月放送開始。また来てね、おばちゃんたち。お姉さんなー。